何しに会ってさ、今日もあてもこてもないと同じ匂い。まるでさばらくたまるまでの退屈しのぎがとてもいいだけだ。僕は死んだ魚のようなめで何も面白くないと勝手ですも、じっとなりを潜めるままにポカンと口開けて思考停止。ああ感傷になってしまった僕が探して探してたどり着いた究極面白コンテンツ。人をそれをゴシップと呼ぶ、どの小説よりも決まり人なのはバッハなんか。戦車場の空気をくるくる回る、知らない程度に痛めつけ、死んだ無責任に手を合わせなり、やむことない自分は目が本から垂れ流すのも口穴信じておって、信じと安心宿教戦争狭間で泣くは物言わぬ声。愛をして威圧し働いた俺はこんなに正しい主張している。皆さんの戦争悪の霞む本引きシナリオヒューマンドラマ。平穏無事に生きてひどいな、画面の向こうの無関係な安心安全コンテンツ。人をそれをゴシップと呼ぶ、どの音楽よりドラム。人の脳は無限大、シャワーの空気はお祭り騒ぎ、バカ担ぎ出しに賑やかし、秋からストンと閉めて楽しさに飢える僕らは、みんな笑い求める。笑いすぎてほら煽りすぎてほら、笑いすぎてほら煽りすぎてほら。かつて戦った悪友もみんなこの海の親友だ。悲しいな悲しいな悲しいな、なんちゃって。人をそれをゴシップと呼ぶ、どの小説よりも決まり人なのはバッハなんか。戦車場の空気はくるくる回る、知らない程度に痛めつけ、死んだ無責任に手を合わせなり、やむことない自分は